どうも、じゃです。名探偵コナンの根幹ともいえる黒の組織の目的、一体何のために活動しているのか、未だその謎は明かされていません。そこで今回はそんな黒の組織の目的について様々な視点で考察できたらなと思います。ここから先は最新話のネタバレも含みますので、単行本派アニメ派の方はご注意ください。それでは行きましょう。現在黒の組織は半世紀前から何かしらの極秘プロジェクトを進めています。江戸川コナンこと工藤新一もその極秘プロジェクトに深く関わってしまっていることも明かされており、薬の開発者であるシェリーこと宮野志保はコナンに対し、時の流れには逆らえないもの、それを無理やりねじ曲げようとすれば人は罰を受けるとも話しています。これは単にアポトキシン4869の副作用のことを指していると思われますが、若返りで生じた思わぬ副作用が現れるということなのでしょうか。現にセラマスミの母親であるメアリーセラは中学生ぐらいの姿へと幼児化し、咳の症状があります。そして名探偵コナンの最新話1110話では、コナンは幼児化してから身長が1ミリも伸びていないことが判明していて、これも薬の副作用の一つなのではないかと考えられます。ちなみに灰原はコナンと自分自身の身長が伸びていないことについて何かしら知っている様子でした。あと灰原は毒を作っているつもりはなかったとも話しています。つまりアポトキシン4869は幼児化とは別の目的で開発が進められていた薬ということで、毒薬としての効果はあくまでも偶発的だったと思われます。ベルモットがアポトキシン4869の幼児化の作用を組織に隠そうとする様子や、ピスコの発言、そしてシェリーこと宮野志保がアポトキシン4869の実験中に幼児化した1匹のマウスを見て実験を失敗だとは捉えなかったことから、幼児化は薬の開発成功への一つの枝分かれのプロセスであり、まだ途中経過での効力に過ぎないとも考えられそうです。すなわちアポトキシン4869はまだ本来の姿ではないまま中断されたことがわかります。では一体黒の組織の真の目的は何なのか。そこでヒントとなるのはプログラマーである板倉傑の日記で、ベルモットから開発を依頼されたソフトです。そのソフトは板倉さんが我々人間のために開発を断念したソフトであることが分かっています。黒の組織はそのソフトに大金を費やしていることから、それほど組織の真の目的にとって必要であることが分かります。では一体そのソフトはどういうものなのか。板倉さんは CG や特殊視覚効果分野で有名だったそうで、これらの役割が組織の目的の一つの手助けになると考えていいでしょう。このソフトは人間のために断念したということなので、組織は水無しレナの加工映像でもあったように映像技術を駆使し、人間そっくりの AI を生み出し、さらに多くの犯罪に手を染めようとしているかもしれません。次にベルモットの我々は死者を蘇らせようとしているという発言について、この発言は黒の組織の目的と大きく関わりがあるように思われます。死者を蘇らせるとは、つまり一度死んだ生命を生き返らせることを意味していると捉えることができ、ベルモットは現在年を取っておらず実質不老状態となっています。ベルモットがいつどこでどのような経緯でこのような状態へとなってしまったのかは今現在も明かされていませんが、シェリーこと灰原愛の研究を愚かな研究と侮辱していて、灰原を憎んでいたり、コナンに対し組織を壊滅へと追い込んでほしいと願っていることから、アポトキシン4869の効力に対し不満を抱いている様子です。そして名探偵コナンスーパーダイジェストブックブラックプラスに記載されていた読者からの質問コーナーにて、組織が半世紀前から進めている極秘プロジェクトに黒の組織のボスである烏丸蓮也は関係していることや、烏丸が脳だけ生きている、あるいは AI として生きているわけではないことが明かされており、烏丸は仮に今現在も生きているとすれば推定年齢140歳を超えているので、何かしらの理由で薬を服用し、姿は80歳後半ぐらいの老人ではないかと個人的に思います。現在名探偵コナンの最新話では老人シリーズボス編がスタートしていて、間もなく3人目のボス候補が登場するので、今までのバーボン編やラム編同様、3人目つまり次に登場する老人こそが黒の組織のボス烏丸蓮也になってくるのかも注目ですね。さらに今年公開された
黒金のサブマリンで、カラスマが老若認証システムで自分の居場所を追跡されるのをかなり嫌っていたことについても、組織に隠す理由などと合わせても辻褄が合いそうですね。ボスとベルモットの関係に関しては、名探偵コナンスーパーダイジェストブックブラックプラスでの読者からの質問コーナーで、カラスマとベルモットの関係はそうなのかという感じだったので、驚き方的にもやはり孫説出てきましたね。ちなみに灰原はあの方がカラスマであることや組織の正式名称は知っているそうです。さらに不老不死の言い伝えがある観光地人魚の島を訪れたコナンは、そこで行われる祭りの参加者の名簿に灰原の本名である宮野志保や、黒の組織のメンバーであるジンやウォッカの偽名と思われる黒沢ジン、魚塚三郎の名前が書いてありました。そのため組織は薬の副作用と思われていた不老不死について調べに来ていたのでしょうか。しかし原作者青山先生から薬の効力が不老不死であることは完全に否定されています。そうなってくると、単に不思議に思った不老状態の真相を知るためにただ訪れただけかもしれないですね。逆に組織側がアポトキシン4869の効力が目的とは外れた若返りをしてしまう薬だと知ったら、ようやく名探偵コナンの最終章へ突入しそうな感じがします。そしてベルモットが薬の効力について組織内へ秘密にするわけが、シルバーブレッドであるコナンを守る他にも理由がありそうです。以前アムロさんがベルモットに対し、組織が知ったら驚くでしょうね、まさかあなたがボスのと発言していることから、例えばベルモットがボスの孫だとすると、そのためボスとベルモットはお互いのみが共有し、組織側へは秘密を隠しているようにも受け取れます。仮にもしバレたら、お互い何かしらで不利な立場へとなってしまうためなのかもしれません。そしてボスとラムは薬の効力についてすでに気づいていると思われます。名探偵コナンの最新話1109話では、ラムが薬の効力が私の想像通りなら右目の超能力かっこフォトグラフィックメモリーを再び戻す的な発言をしていて、アポトキシン4869の薬の効力が若返ってしまうことを知っていると見てまず間違いなさそうです。さらに黒金のサブマリンでは、ラムは老若認証システムを用いてカラスマの居場所を突き止めようとしていたので、ボスが若返り80歳後半ぐらいの姿になっていることは知っている可能性もあります。個人的に黒の組織の目的は意外とシンプルだと考えていて、様々な場所から大量の資金を集め、組織をさらに大きくし、アポトキシン4869の薬や AI テクノロジー技術を含めた完全犯罪の次元を超えた犯罪をさらに強化するために活動しているのではと推測します。まだ謎は多い部分ではありますが、これからどのようにして散りばめられた伏線が回収されるのかワクワクですね。ということで今回は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。